ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。おい霊夢、世界で話題のサイキッカーのこと知ってるか？サイキッカー？誰のこと？ルイーズ・ジョーンズって占い師さ。その予言が次々と的中してるんだぜ。へえ、具体的にどんな予言を当てたの？2024年の能登半島地震も、ツイッターの X 化も、全部予言してたんだ。え、マジなの？それに、これから起こる闇の3日間っていう衝撃的な予言もしてるぜ。闇の3日間？なんだか怖そう。今から重要な予言を順番に紹介していくから、最後まで見てくれよ。わかったわ。よろしくね。ゆっくりしていってね。今日はイギリスのサイキッカー、ルイーズ・ジョーンズさんについて話すぜ。ルイーズ・ジョーンズさんって誰なの？イギリスで活躍してるサイキッカーで YouTuber なんだぜ。サイキッカーってユリ・ゲラーみたいな超能力者のこと？そうだぜ。タロットカードと水晶玉を使って予言をする人だな。へえ、でも占い師さんって当たる人と外れる人がいるわよね。このルイーズさんはイギリス政府からも信頼されてるすごい人なんだぜ。政府からも信頼されてるの？すごいわね。なんとルイーズさんのご先祖様はエリザベス一世の専属占い師だったんだぜ。まさに代々のサイキッカー一族ってことね。そうだ。今も行方不明者の捜索なんかで警察に協力してるらしいぜ。本当にすごい人なのね。YouTube ではどんな活動をしているの？自身のチャンネルで予言を発信したり、視聴者の相談に乗ったりしてるんだ。リスナーの相談にも乗ってくれるの？優しい人なのね。ああ、的中率も群を抜いてるらしいぜ。じゃあ、これまでどんな予言が当たってきたの？火山の噴火や地震、政治の動きなんかを的確に予言してきたんだ。具体的な例を教えてよ。そうだな、まずは2021年の火山噴火の予言から話すぜ。どんな予言だったの？楽しみ。ちょっと待ってくれよ、話は順番にしていくぜ。ごめんごめん、じゃあ順番に教えてね。火山噴火の予言について話していくぜ。火山の予言もしてるの？2021年4月5日に、2つの火山が噴火すると予言したんだ。それって当たったの？2日後にインドネシアのレゴントロ火山が噴火したぜ。わずか2日後に。さらに4日後、カリブ海のセントヴィンセント島のスフリエール火山も噴火したんだ。2つ連続で的中させたのね。スフリエール火山は42年ぶりの噴火だったらしいぜ。そんな珍しい噴火まで予言できるなんてすごいわ。最近の予言もあるんだぜ。2024年についても警告を出してる。今年も火山の噴火があるの？2つか3つの火山が噴火すると予言してるんだ。もう的中してるの？4月30日にインドネシアのシルアング火山が噴火したぜ。他にも噴火するかもしれないのね。5月29日にアイスランドでも噴火が起きてる。もう2つも的中してるじゃない。まだ3つ目が残ってる可能性もあるから、要注意だな。世界中の火山活動に気をつけないとね。次はノルウェーでの予言についても話すぜ。ノルウェーで何が起きたの？2021年にノルウェーに問題が見えるって予言したんだ。それで何が起きたの？その翌日、ノルウェーの北海沖で事故が起きたんだぜ。翌日？すごい的中ね。どんな事故だったの？貨物船のエンジンが故障して漂流しちゃったんだ。ええ、それは大変だったわね。最終的に乗務員はヘリで救出されたから、命に別状はなかったぜ。よかった。でも大惨事になりかねなかったわね。そうだな。タイミングといい、場所といい、ピタリと当ててるぜ。確かにね。問題が見えるって抽象的な言い方だったのに、ルイーズさんの予言って、こういう形で的中することが多いんだ。なるほど。直接的な表現じゃなくても、意味がつながるのね。そう、水晶やタロットからのビジョンを解釈して伝えてるんだぜ。他にも的中した予言はあるの？ああ、まだまだたくさんあるぜ。次は別の予言を紹介するぜ。次は何の予言なの？楽しみ。その前に、このノルウェーの事例が重要な理由を説明させてくれ。うん、どうして重要なの？予言から事故発生までの時間が短かったことが、能力の証明になるんだぜ。なるほど。確かにその通りね。次はアフガニスタンでの衝撃的な予言の話をするぜ。アフガニスタン？何があったの？2021年8月23日、ルイーズさんは重要な警告を出したんだ。どんな警告だったの？空港には近寄らないで、他のルートを探してって言ったんだぜ。空港に近づくなって、何か起きたの？その3日後、カブール空港周辺で自爆テロが起きたんだ。え？本当に？ああ、200人以上の死傷者が出る大惨事になったんだぜ。怖いわ、でも警告を聞いた人は助かったのよね？そうだな。この予言を信じた人は空港に行かなかったはずだ。でも、なんでこんな悲しい予言が見えちゃうのかしら。それは多くの命を救うためかもしれないぜ。確かにそうね。事前に警告できれば、被害は少なくなるもの。ルイーズさんの予言は人々を守るためにあるんだと思うぜ。そういう意味では、大切な予言なのね。
ああ、だからこそ彼女は予言を公開し続けているんだと思うぜ。他の予言はもっと明るい内容もあるの？もちろん、いい予言もたくさんあるぜ。次はそっちの話をしよう。うん、お願い。じゃあ、次は明るい予言を紹介するぜ。気象災害の予言について話すぜ。2022年7月、ルイーズさんが重要な警告を出したんだ。どんな警告なの？イギリスが7月15日から18日の間に異常な暑さになるって予言したんだぜ。それも当たったの？ああ、イギリス政府が非常事態宣言を出すほどの猛暑になったんだ。どのくらいの暑さだったの？なんと 40.3 度まで上がったぜ。イギリスの観測史上最高気温だ。ええ、イギリスでそんな暑くなるなんて。それだけじゃないんだ。この熱波がヨーロッパ全体に影響を与えたんだぜ。他の国でも被害があったの？フランス、ポルトガル、スペイン、ギリシャで大規模な山火事が発生したんだ。山火事まで。それは大変だったわね。さらにスペインとポルトガルでは1000人以上が亡くなったんだぜ。そんなに、暑さって本当に怖いのね。そうだな。気候変動の影響で、こういう異常気象が増えてるんだ。日本も暑くなってきてるもんね。ルイーズさんは今後も気象災害について警告を出し続けるって言ってるぜ。私たちも気象情報をしっかりチェックしないとね。そうだな。特に熱中症対策は重要だぜ。予言を通じて、みんなが災害に備えられるようになるといいわね。ああ、予言は防災にも役立つんだよな。今度は台湾での大地震の予言について話すぜ。台湾で地震があったの？2020年4月3日、マグニチュード 7.2 の強い地震が発生したんだ。それは大きいわね。被害は大きかったの？死者188人、負傷者1145人という大きな被害が出たんだぜ。それに行方不明者もいたのよね？ああ、二人の方が行方不明になってしまったんだ。ルイーズさんはこの地震も予言していたの？そう、2023年3月に重要な予言を発信していたんだぜ。どんな予言だったの？東方のどこかで瓦礫と煙が見えるって言ってたんだ。やっぱり抽象的な表現なのね。でも場所と災害の種類は的確に示してたと言えるぜ。確かに東アジアでの地震を言い当ててるわ。この地震は台湾で過去25年間で最も強い地震だったらしいぜ。そうなの？それは大変な災害だったのね。沖縄でも津波警報が出されたんだ。日本にも影響があったのね。地震の影響は意外と広範囲に及ぶんだぜ。これからも要注意ね。他の予言はあるの？ああ、次は違う話題の予言を紹介するぜ。今度は政治関連の予言について話すぜ。政治の予言って難しそうね。まず、ツイッターの名前変更を的中させたんだ。ああ、X になったやつね。いつ予言したの？2022年12月に、ツイッターはチェンジするだろうって言ってたんだぜ。そして2023年7月に本当に変わったのよね。ルイーズさんは政治家の去就も予言してるんだ。どんな政治家の予言を当てたの？メルケルさんの退任を的中させたぜ。ドイツ初の女性首相だな。他にもいるの？ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相の退任も予言したんだ。すごいわね。まだあるの？イギリスのボリス・ジョンソン首相の退陣も言い当てたぜ。でも一番衝撃的なのはプリゴジンの予言じゃない？そう、2023年7月にプリゴジンに注目してって警告を出したんだ。それで本当に飛行機事故で、1ヶ月後の8月23日、彼の乗った飛行機が墜落したんだぜ。事故って言うけど、暗殺だったっていう話よね？ああ、プーチン大統領の側近の指示だったって話もあるんだ。怖いわ、でもそれも予言でわかってたのね。その通りだ。これだけ的中させると、予言の信憑性も高まるよな。次はどんな予言があるのかしら。今度は日本に関する予言について話すぜ。へえ、日本のことも予言してるの？そう、まずは能登半島地震の予言から話すぜ。あの新年の地震ね、予言していたの？2023年2月に N の地域で地震が起きるって言ってたんだ。マグニチュード 7.6 の大地震だったわね。でもルイーズさんによると、これは序章に過ぎないらしいぜ。え？どういうこと？日本の水資源が外国から狙われているって警告してるんだ。水資源って、日本の水道水のこと？そう。2018年に水道法が改正されて、水道事業の民営化が可能になったんだぜ。民営化って、水道が企業のものになるってこと？その通り。実は宮城県では2022年から民間企業が運営してるんだ。他の地域はまだなの？大阪市も始まってて、フランスの企業が運営権を持ってるぜ。外国の企業なの？しかも外国資本による日本の土地買収も進んでるんだ。森林とか水源の土地を買ってるのね。そうだ。法律上、土地を買えば地下水も自由に使えちゃうんだぜ。これって大変なことじゃない？ああ、日本の貴重な水資源を守らないとな。次はオーストラリアとの関係についての明るい予言を話すぜ。へえ、オーストラリアと日本の関係なの？
ルイーズさんは両国が強力なパートナーになると予言してるんだ。どんなところがいいの？実はオーストラリアと日本は相性がバッチリなんだぜ。どういう意味？まず、オーストラリアは日本の20倍も国土があるんだ。でも人口は日本の半分くらいなんでしょう？その通り。でも資源がめちゃくちゃ豊富なんだぜ。どんな資源があるの？鉄鉱石、石炭、天然ガス、それにリチウムは世界一の生産量だ。リチウムって電池に使うやつよね。そう、オーストラリアは食料自給率も 200% を超えてるんだぜ。すごい。日本は 38% しかないのに。だから両国で協力すれば、お互いの弱みを補えるんだ。日本の技術力とオーストラリアの資源が組み合わさるのね。軍事面でも2023年から共同訓練を増やしてるんだぜ。これからもっと仲良くなれそうね。医療分野でも協力関係が深まるって予言してるんだ。明るい予言でよかったわ。最後に衝撃的な予言、闇の3日間について話すぜ。闇の3日間、なんだか怖そうね。2024年から2026年の間に起こるって予言されてるんだ。具体的に何が起こるの？世界が3日間完全な暗闇に包まれるんだぜ。え？それって大変じゃない？ルイーズさんは新しい地球への移行期間だって言ってるんだ。どうやって過ごせばいいの？家の中で静かに過ごすことが大事らしいぜ。ろうそく以外の明かりはダメなの？そう。窓の外も絶対に見ちゃいけないんだ。ノックの音がしても開けちゃダメなのよね。その通り。誰かが来ても応答は禁止だぜ。でも3日後にはいいことが起きるんでしょ？ああ、平和で調和の取れた新しい世界が待ってるらしいぜ。今のインターネットより進んだ技術も登場するのよね。そうだな。でもその前に準備が必要だぜ。とにかく3日間、静かに過ごさないとね。予言を真剣に受け止めて、しっかり備えることが大切だな。新しい世界に期待しましょう。というわけで、ルイーズさんの予言を全部紹介したぜ。すごいわね。いろんな予言が的中してるじゃない。中でも日本の水資源の警告は、マジで気をつけないとな。でも、オーストラリアとの関係は明るい未来があるのね。そうだな。これからも新しい予言が出るたびに紹介していくぜ。特に闇の3日間のことは、しっかり準備しておかないとね。まあ、予言は未来を変えるヒントでもあるんだ。そうね。みんなでいい未来を作っていきましょう。それじゃあ、また新しい予言があったら教えるぜ。うん。次も楽しみにしてるわ。本日の動画は以上だぜ。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんの感想をコメント欄でお聞かせください。もしこの動画が面白かったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくな。ではまた次回の動画でお会いしましょう。